こんにちは。今回はですね、マインクラフト初心者の方におすすめな方法またはやり方について少し語らせていただきます。まずですね、マインクラフトをやる上で基本的にね、大事なことを3つご紹介していただきます。まず3つね、ご紹介します。まず1つ目がですね、木を集めることですね。そして2つ目が村へ移動する。そして3つ目が村のチェストからダイヤもしくは鉄を見つけるですね。まず基本なんですけども、木を集めるからね、やった方がいいと思います。木を集めて材料をたくさん作って、いろんなツルハシとか剣とかをまず作って、それから石を取って、それから石炭を取って、そして村へ移動して、そして村のチェストからダイヤモンドもしくは鉄を見つけて装備強化した上で、行っていく手順だと思います。そして一番おすすめがですね、素早さで松明を見つけることですね。石炭ですね、石炭を、見つけて、そしてさらに木を取って木炭にして、しっかりと対策打つ手もあります。まず石炭を集めることによって松明、明かりができるので、まずこれが一番ね、いい方法かと思います。やっぱりマインクラフトのおすすめなやり方ですから、初心者の方はぜひね、やってみるといいと思います。でやっぱりみんなマインクラフトやってる人は多分プロが多いと思うので、できるだけね、始めたという方は、マインクラフトをまだ始めたばっかりという方は、やっぱり木を集めて村へ移動して安全確保する方が、一番いい方法かと思います。今回はですね、以上の内容でお送りしております。まず一番いい手順としては木を集めて、そして村へ移動して、そして最後村のチェストからダイヤもしくは鉄を見つける、発見することですね。はい、というわけで今回はですね、一番おすすめも書いてある通り、松明とかも書いておりますので、まず今回は以上の内容のことでお送りいたしました。というわけで本日もね、最後までご視聴ありがとうございました。